お疲れ様です、鈴木です。この番組はですね、宣伝プロデューサーの鈴木がね、アイデアとクリエイティブでこうなんとかね、毎日こう面白くやっていこうっていうのをみんなで考えていこうっていうことをね、いろんなことやってみようっていう番組でございます。で、今日はね、スタジオ練習会ということで、今日ちょっといつもと違うバンドに久しぶりに集まってちょっと音出そうよっていうことで音を出しに、ね、来ました。今日はそんな様子をお送りしていきたいっていう、ちょっとただの音楽演奏 Vlog でございます。で、今日大相撲で撮ってるから、なんかこれほんとひどいなと、ひどいってすごいんだけど、なんかイケメンになっちゃうんだよね。これなんか大丈夫かなみたいな、ちょっと目がキラキラしてるでしょ。俺おもろいな、はい、そんな感じで今日はお送りしたいと思います。Thank you.